昔のおもちゃシリーズリサイクル大進撃。ある晴れた日に、マサオは森の中でミミズを掘っている。ミミズを掘っているうちに、突然ある宝箱を見つけた。マサオは驚いてとても嬉しかった。わあ、これは何？すごい。ちょうどここを通ったおじいさんが見えた。へえ、それはわしのタイムカプセルじゃないか。懐かしいな。じいちゃん、じいちゃん、開けてもいい？もちろん、じいちゃんと一緒にこの箱を開けてみよう。それからマサオはおじいさんと宝箱を開けて箱の中のものを持ち上げる。わあ、これは何？これは鳴きゼミだよ。振ってみて、セミが鳴き出すよ。そんな、なぜ壊れちゃった？うう。泣くな泣くな。じいちゃんはこれよりもっといいのを作ってあげよう。そしておじいさんは新しい泣きゼミを作るために釜で竹を切るとき、急にどこかから大きな声で待ってと叫ぶのを耳にする。それはリサイクル戦士という人たちだった。彼らは地球の環境を守るリサイクル戦士たちだ。何をしているのか、どうして竹を切るのか。わしの孫、マサオに新しい泣きゼミを作るため竹を切るんだ。ダメだ、竹を切ることなんてダメだ。そうすると地球は病気になるんだ。あーん、あーん、あーん、嫌だ、嫌だ、泣きゼミが欲しいんだ、泣きゼミが欲しいんだ。じゃあ何とかしよう。あ、あった、任せろ。ようこそリサイクルの手作り教室、欢迎来到环保手作小教室。刚刚是谁那么着急的来找我们啊？是环保战士们，他们想要请我们帮忙制作正南爷爷小时候的玩具竹蝉。原来如此，那找我们就对了。等一下，你忘了吗？我们的师傅正在休息呢，没有他的指导，我们怎么可能做得出来啊？对吼，我都忘了，这样正南就拿不到他的竹蝉了耶。我想想啊，有了，我们可以请隔壁村的童玩小天才们来帮忙啊。说的也是，他们不仅是制作童玩的高手，同时也是环保小尖兵呢。没错，他们一定能够秉持着环保的精神，回收再利用，制作出好玩又有趣的竹蝉。那就事不宜迟，我们赶快出发去找他们吧。在制作竹蝉之前，我们先进入这次的日语小教学吧。首先，蝉的日文是セミ、セミ。竹蝉是泣きゼミ、泣きゼミ。接下来是材料的部分。第一，奇异笔。マジックインキ、マジックインキ。第二，汤匙。スプーン、スプーン。或是サジ、サジ。汤匙是用来将松香裹在竹块上的，也可以替换成其他工具哦。第三，免洗筷。割り箸、割り箸。只需要一支。第四，橡皮筋。輪ゴム、輪ゴム。需要两条。第五，松香。松ヤニ、松ヤニ。松香可以在中药房买得到哦。第六，吸管。ストロー、ストロー。
长度小于养乐多瓶的瓶口即可，可用牙签代替。第七，养乐多瓶。プラスチック瓶。プラスチック瓶。最后是棉线。免洗。免洗。学会了以上的单字，那我们就开始制作竹蝉吧。始めましょう。首先，将一条橡皮筋缠绕在竹筷的一端，并预留出适当的空间。接着，将适量的松香事先放入电锅加热，加热后，将融成一台的松香适量的裹在橡皮筋前。再把另一条橡皮筋缠绕在松香的另一端。将适当长度的棉线穿进事先打好洞的塑胶瓶里，并将线拉出来的一端绑上裁剪好的吸管。接下来，将另一端的棉线在松香上打一个平结。注意，棉线与松香之间需留一些适当的空间。最后，可用着色用具在瓶身上做些装饰，创造出属于自己的环保竹蝉。这样透过回收再利用，就能够制作出有趣的铜玩咯。